トップで中山、ショットクロック7秒、6秒、古川バンドパス合わせてザックの得点です。まずは古川ザックで得点を奪っていきました。歩きながらボールを運んでクイックスクイーブしてもう一度富樫、トップでアイラブラウンがピックをかけます。富樫早めにスリーを打つ。アキラインサイドの攻撃いいですね。はい、かなりインサイドから点を奪っています。ズラッと入れてもう一度ハラハラタイムワン。相当調子がいいですね。原に対して古川ファイトオーバー、クックスに渡ってクックスファーラッターバスケットカウント。第1クォーター3分切ってます。リディア・クックスステップ踏んでファールアッターバスケットカウント。この試合立ち上がりからインサイドで躍動します。8秒、長谷川が打ちます。リングに当たって取ったのはクックスです。まだ5秒あります。前に出て富樫に渡して、富樫これは2ポイント決めた。千葉はクックス選手ファールまだ1回なんですけど、はい、やっぱりファールはちょっと気をつけないといけないですね。千葉の方はですね、金近からブラウン、ザックが手を伸ばす。金近そしてクックス、もう一度小川、コビンを経由して富樫が中入ってきて合わせでした。スティーブ・ザックのフリースロー、クックスの長いパス走ってトビン。ここはセーフティーマンがちゃんと止めてなかったですね。なるほど、細かいスピードアップステップ進んでファール入りました。エンドワン、今度こそ正真正銘エンドワン熊谷光です。キャリアハイタイの5点ということです。あ、ナイスパスですね。サック決めていきました。ショットに近くなりました。リバウンド取りました。セカンドチャンス秋田、中に入れてザックのシュート、ファールありました。エンドワン、この得点は秋田大きいですね。チョルがピックをかけて使って中入ってフェイクを入れてもらって、チョルからザックへの合わせ、エンドワン。素晴らしい合わせを見せました秋田。ちょっと落ち着かせて古川から熊谷、のピック使ってクックスついていく。ボールは熊谷です。熊谷3を打ちました。3は打たずにもう一度もらいます。富樫に対してチョルがつきます。富樫スピードアップ空いた小川、スリーポイント右から、これもちょっとずれました。リングリバウンド取ってクックスの得点です。残り 0.5 秒、千葉プレーをやめます。81対76。